来た、やっと主人公来た。あと3匹か。よし、全部片付けてやる。かわいいな、なんか主人公。いやー、なんかさ、なんだろう、ディシディアとかさ、レコードキーパーとかではさ、散々見てはいるんだけどさ、こうやってちゃんとゲームでプレイするのは初めてだから、なんか嬉しいな。なんかかわいい。これならでかいのが出てきても平気だよ。もう砂漠の魔物と戦っていいかもな。なんかわかんないけどほのぼのするな。じゃあ今日はこれぐらいで上がろっか。カイツはミゲロさんの店に戻れば。なんか仕事があるんだろ。いっけね、忘れてた。で、番人もおいでよ。今日は忙しいみたいでいっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵かけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。それは身からゲロが出ちゃいそうな話だね。はい。しょうもなさすぎること言ったわ。ムーオートラバナス。いろんな種族がやるんだよね、この12は。前、バラ、あ、え、ダルマスカ配線から2年後、あ、あれから2年後なんだ。なんだ、何か言ったか。その、お題を。お題だと。あ、こいつは帝国軍？いいんです、いいんです。やべえな。どうぞ、持っていてくださいまし。やめておけ。今日は騒ぎを起こすな。運が良かったな。スターセンスみたいにいっぱいの人が。気をつけろ、小僧。親父ギャグが出演してるからまずい。もう30代だからしょうがない。やられた、それだ。なんだと。くそ。何どういうこと。やっぱなんかね、支配してる帝国側の兵士たちとかがね、チンピラみたいな行動するよね。あら、パンネロちゃんだっけ。何すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。捕まったらどうするつもり。みんなバンド靴が可愛いな。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ、俺はリーダーじゃないんだぜ。なるほど、身寄りのない子供たちなんだね。生きていかなきゃいけないんだ。なるほど。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい、何してんだよ。それは俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国のやつらから取り戻すのは俺たちの使命なんだ。なるほど。で、バンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパンだよ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからって、バンのパンまでただってわけじゃないわ。俺だって、いつまでもこんな生活。画質綺麗やな、今更だけど。の、いいお尻が、なんでもない、ごめん。俺はいつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。いいね。その夢を叶える前に牢屋行きにならないといいわね。パンネロちゃんのお尻が可愛いな。うん、後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。なんかいいな、この雰囲気。ちょっとジブリっぽいっていうかさ、主人公たちのやりとりがちょっと可愛いな、なんか。この空気感好きだな。アイコンが光ってるところに向かいましょう。ロケマップにはこのようなガイドが表示されていることがあります。
こまめに開いて活用していきましょう。了解なりけり。バツが行くとこだよね。多分。パーティーメニューにワールドマップが追加された。なるほど。かっけえな、バン。超イケメンじゃん。ステータス。レベル1。つうか、ステータス、かっこいいな。なんか、メニュー画面が。こんなレベル1をさ、デカデカとさ、かっこよく見せられたの初めてだわ。ちょっとステータスが俺の顔で見づらいけど、許してちょ。キャラクターの装備変更することができます。ワンタッチで最強装備に変えることができます。あ、言うて何も持ってないだろう。うん。わお、マップ。なるほど。広いね。これがイバーリースワールドマップか。うん。今は盗むしかできないと。完全と盗賊、盗っ人ですね。まだアーシェがどんなキャラか分かんないけど、自分はアーシェ派。まあ、そうね。まだアーシェとパンネロの性格はちゃんと分かんないけども、見た目だけで言ったら俺も完全にアーシェ派でございます。ヤバン、お前また帝国の兵士相手に何かやったろ。あんまり危ないことするんじゃねえぞ。パンネロやミゲロさんを心配させるなよ。心配させてミゲロさんの身からゲロが出たらどうすんだい。ははこっち行くか。なんか、なんなんここは。ここから先は通れないんだ。あ、そうだ、そうだね。速度変えるか。めっちゃ速いんだよな。これで2倍だぜ。で、なぜかノーマルが出んねん、ノーマルが。ノーマルつけてくれよ、スクエニさん。初見は逆に、2倍より、ノーマルの方がいいんだぜ。4倍にしてみる。ちょっと待った、制御できない、4倍は。ねえ。これは別ゲー。なになになに、どないしたらいいの。この速度でやれる人おらんやろ。いやー、もうノーマル、別にノーマルつけてもええやん。なんでデフォルトで2しかないの。なんでだよ。アップデートでノーマル追加してくれよ。謎なんだけど、デフォルト2ってなんやねん。やべえわ。あー、まぷけしちゃった。まあ、道具屋さんとか行っても今何も買えないだろうしな。ゆっくり探索したところで、つか そもそも行けなさそうだね、まだ。音楽がいいな。いや、いいね。冒険してる感じがするわ。いやー、ファイナリーなファンタジーしてんな。いやー、楽しいな。やっぱ冒険っていくつになってもたまんないね。たまらんな。いや、いいね。いいじゃないの。おお、ボン、待っとったよ。あれ？ミゲロさん、困ったこと。こいつがミゲロなの？それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の祝宴に出す食材も届きはしないんだよ。わかった。俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい。砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんよ。食材の方は境亭の友達が何とかしてくれることになっとるんだ。境亭まで取りに行けって。それをカイツに頼んだんだよ。なのにあの子と来たら行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。なるほど。すまないが、境亭へ一っ走りしてカイツを読み戻してくれんかね。すまんない仕事だな。まあまあ、そう言わずに一つ頼まれておくれよ。なんなんだよ、バン。まあ、結局行くんだろ。
わ、なんかデブが腹がいっさ今。ここはいろんな店のあるショップ区画さ。よく覚えておくんだな。ドフドフ。音楽もいいなぁ。いやぁ、まあ、実際にファンタジーな世界があったらさ、もう引きこもりのデブオタニートみたいな我々にはさ、なすすべなんてないんだろうけどな。憧れるだけ、その憧れた世界を体験できるっていうのはやっぱいいことだね。あら、こらカイツ、お使い放り出して何してるんだ。見て見てバニー、ん、かわいい。こいつだよ、こいつのせいで品物が来なかったんだ。かわいいなこいつ。東の砂漠に出没。なんだこいつ、なんだこいつ。確かに。ローバン、お前もお使いか。ミゲロさんも相当忙しいみたいだな。村人 A かな。ま、帝国の執政官様を歓迎する宴を仕切るとなれば用事は山ほどあるってわけか。歓迎したくなんかないけどな。かわいいよね。それよりトマジ、こいつは？ああ、困ったやつだよ。こんな魔物がうろついてるせいで運び屋の到着が遅れてあれこれ品不足でな。だからこうやって誰かに退治を頼んでる。やっつけたやつにはちょっとした報酬ありだ。なるほど。へえ。ミゲルさんのお使いより面白そうな仕事だな。そうだね、バンニー、やってみようよ。かわいい。ミゲロさんに届けるもの。やってみるか。じゃあ早く戻らないと、困ってたぞ。いっけね、忘れてた。許しちゃうな。なんだろう、かわいいな今の。エイカバン、この掲示板に貼られているのは魔物退治を頼む張り紙ばかりなんだ。動画を見てくれてありがとう。スマートフォンでご視聴の方はチャンネル登録をタップ、パソコンでご視聴の方はチャンネル登録ボタンをクリックしてください。また動画以外では Twitter でいろいろとつぶやいてますので、ぜひフォローしてください。たまらんな。